皆さんこんにちは。フットボールチャンネルの F ちゃん TV MC の小島真子です。早いものでもう5月も後半に入ってしまいました。そしてですね、ヨーロッパのサッカーシーズンももう残りわずかとなってしまいました。ただですね、まだまだ大事な試合が残っていますよね。まあ皆さんもう聞かなくてもわかると思うんですけど、はい、そうなんです。今シーズンのヨーロッパ最強クラブを決める UEFA チャンピオンズリーグの決勝がまだ残っているということでですね、今日はゲストコメンテーターの方とともにその UEFA チャンピオンズリーグの決勝について詳しく語っていきたいなと思いますので、ぜひこれをご覧の皆さんもこれを見てサッカー観戦を楽しんでいただけたらなと思います。では F ちゃん TV 始まります。 F ちゃん TV。ではここからはゲストコメンテーターの方とともにお送りしていきます。今回のコメンテーターは初回に続いての登場となります、ジョイさんです。よろしくお願いします。ジョイさんです。よろしくお願いします。ジョイさんです。来ました。お待たせしました。ありがとうございます。ね、どうですか今日のジョイは。かっこいいです。全然目に気持ちがこもってなかったよ。いやいや、ジョイさん、ジョイさん、もうパッと見て、はい、今回の着用されているユニフォームはもしかしての、もしかしてですか。もしかしてのそれでございますよね。これはアトレティコマドリーのユニフォームでございます。まあ、チャンピオンズリーグね、そうですよ、決勝行きますからね、マドリーは、はい、行きますから、ね、かっこいいでしょこのユニフォーム。めっちゃかっこいいなと思いました。アメリカみたいで。スペインのチームだけどね。色合いは確かにアメリカンな感じだよね。かわいいです。女子が着てもこれね、かわいいのよ。確かに。そうですよ、こういうの着たらいいと思うよ。もうチャンピオンズリーグのこと話していきましょうよ、もう早速。あ、ちょっとそれはですね、テンション上がってますか。いやいやいや、もう目が違う方向いちゃいますから。え、どうしたんですか。いやいや、チャンピオンズリーグのお話はですね、番組の後半でもじっくりじっくりとね、やるんですね。もちろんですよ。すいません、待てなくて。ダメですよ、もう後半にね。いや、もう決勝が近いからもう待てないのよ。何から行くの。 J やっぱり。もちろんです。 J リーグ、まずは J リーグを見ていきましょう。 J リーグから行きましょう。はい、うん、ではフットボールチャンネル編集部が選んだ J1 ファーストステージ第13節のベストイレブンを見ていきましょう。はい、でーん、はい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 。今節はです ね、初選出が4名となっています。うん、はい、ではですね、この中から視聴者の皆さんの投票によって選出された MVP の発表をしたいと思います。はい、J1 ファーストステージ第13節 MVP は誰だ、変えようかな、でーん、ジュビロ磐田の小川大輝選手です。小川ちゃんだ。小川ちゃん。小川選手。知らない、全然知らない。小川選手ね、右サイドバック、はい、うん、そうです。小川選手はですね、右サイドバックとして多くのチャンスを演出してチームの勝利に貢献しました。はい、そうね、うん、2アシストかな。そうですね、うん、してましたね。これもだからね、最初の点とかは、うん、この小林勇気選手のパスからまあ裏に抜けてって上げたっていうね、パスからのゴールですから、注目選手ですよね。そうですね、まあ、ジュビロ今本当になんか面白いチームだなってありまして、補強も含めてあのね、パパドプロスっていうね、新しい選手を取ったりしたんですよ、外国人の。これはもう本当にワールドカップとか出てるようなすごい選手なんですけども、なんかそういう外国の選手の補強とかもうまいですし、まあ、今シーズンだけじゃなくてなんか長い目ですごく注目できるチームだなっていう風にジュビロは思いますね。では今後の活躍も期待していきましょう。はい、以上 J1 ファーストステージ第13節 MVP 発表でした。 F ちゃん TV。 続いてはワールドサッカートピック。イエーイ、来た。ついに。なんですか。え、テンションがやっぱ上がりますか。上がってくるでしょ、ここからもさらに。Jリーグももちろんですけども、そうですよね、ワールドサッカー参りましょうよ。行きましょう、うん、そうですね、ついにサッカーシーズンで最も重要な一戦、はい、チャンピオンズリーグの決勝が間近に迫ってきました。はい、もう存分語っていきましょう。いや、そうですよ、もうこれ1年で俺一番楽しみな日なのよ。本当ですか。もうこのチャンピオンズリーグ決勝っていうのはね、最高だね。もう暑いですね、もう今でももう結構燃えてますよね。そうですよ、もう今日から寝ませんもんね、当日まで。そうですよ、私は本当に。寝たはダメですよ。いや本当にもう大体僕決勝の1週間前からもう睡眠を取らない。スタンバイですか。そうなん、寝れなくなっちゃうと興奮して。はい、楽しみですね。本当に楽しみです。
はい、ではですね、まず決勝に進出したチームは、うん、レアルマドリーとアトレティコマドリーなんですが、はい、どちらもスペインリーガ・エスパニョーラのクラブで、なんと同じ街をホームタウンに持つライバル同士なんですね、はい、そうだね、マドリー同士で、うん、でもう実はね、この両チームはもう一昨年も決勝戦でチャンピオンズリーグでぶつかってるんですよ、一、はいはい、回、なのでまたその試合が2年ぶりにということで、ね、それもあってやっぱもう大いに盛り上がってるんですよね、きっと。いや、もちろんそれありますよ、うん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 、ではですね、まずフットボールチャンネル編集部が選んだこの試合の予想先発を見ていきましょう、はい、さあ出てますね、あそこに。うわー、ジャリさん、この中で注目選手は、いや、散々いるよ、散々いや難しいよこのだってもうこのチームで注目、まあそうね、もちろんさ、あのレアルマドリードのね、はい、クリスティアーノ・ロナウドとかさ、その辺はもう皆さん当然もう注目っていうのもあるけど、俺は今アトレティコの、うん、まあ、勢いを感じてるんで、はい、フェルナンド・トーレス非常に調子を上げてきてて、トーレス選手、うん、なんかこの最近の勢いのまま活躍してしまうんじゃないかな、決勝でというふうに、やっぱ非常にツートップいいですよ、アトレティコのグリーズマンも、グリーズマン選手、うん、そうだけど、うん、この2人行くんじゃないかなって。トーレスとか知ってる？そんなに、いや、これね、俺ね、詳しくないですよね、調べてほしい、めっちゃかっこいいのよ、見た目もですか、イケメンなの、あ、とにかくね、イケメンで、ね、サッカーもうまいっていうそれはもうやっぱイケメンプラスサッカーがうまいってもう何倍にも重なってそうだよ、ね、イケメンに見えますよね、うん、もうベッカム現象だよね、あ、女性ファンもじゃあ絶対多いですね、いや、そうなのよ、もうサッカー興味ない人でもう見といた方がいい、トーレス、そういうこといや、ほんとそう、めっちゃかっこいいから、そんぐらいかっこいいんですね、うん、おでは注目選手ですね、はい、トーレス、そしてグリーズマンかな、そうですね、うん、ただですね、今回の最大の注目ポイントはやっぱりアトレティコのプレッシングなんじゃないかなって私そう思うんですね、ちょっと待ってください、プレッシング注目してるんですか、はいはい、アトレティコのプレッシングちょっと待ってください、言わされてないですかいやいや全然、プレッシアトレティコのプレッシングなんて覚えた、第1回の時はまさか俺そんなことを言うとは思ってなかったよ、いや、アトレティコのプレッシングです今回は完全にそう、なんと言ってもですね、準々決勝ではですね、うん、バルセロナ、準決勝ではバイエルンと、はい、ポゼッションサッカーの代名詞とも言われる2大チームと対戦して、まあ、ボール支配率は 30% 切ってるんですけど、うん、それでも勝ってるんですよ、はい、特にやっぱビセンテカルデロンで行われカルデロンでビセンテカルデロンで行われたバルサとの発音もバッチリセカンドレグではですね、うん、このプレッシングがもうバンバン、いや、プレッシングで、いや、プレッシングすごかった、マコちゃん、マコちゃん、はい、言わされてるよね、いやいや自分で調べた、あとプレッシングとかカルデロンとかさ、いや、あのカルデロンって発音なかなかサッカー知らないできないよ、カルデロン、カルデロンって言っちゃうからね、ダメです、カルデロン、カルデロン、まあ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 、言わされてるわけじゃないんだもんね、はい、自分でちゃんと調べてきてるってこと、でもその通りですよ、やっぱり、ね、本当にアトレティコすごいんですよ、はい、相手に、ね、相手がボール持ってても、もうなんか自分たちがボール持ってんじゃないかってぐらいの勢いで、そうそうそう、どんどんプレッシング、そう、押し込んで完全にプレッシングしてますよね、プレッシングって言葉がこんな面白いこと珍しいななんだろうな、まこちゃんとのギャップかなプレッシングプレッシングしてますね、完全に。そしてですね、うん、シメオネ監督はですね、アトレティコの監督ですね、はい、フットボールチャンネルに掲載されているインタビューでは、はい、私にとってポゼッションはライバルを快適にするものと断言しているくらいですね、うん、そうだね、だからアトレティコ自体は本当になんか自分たちでポゼッションしようなんて考えはないからね、相手に持たせてどんどん追いかけていくっていう、サッカーですからね、プレッシングプレッシングはい、そうなのよ、そうですね、フットボールチャンネルでは、うん、新しいスタイルを築き上げたチームに必ず相性があるということで、このアトレティコのスタイルをプログレッシブプレッシング、プログレッシブプレッシングと名付け、はい、あ、それフットボールチャンネルが、はい、そう名付けたいなと思っている、そうですね、もっとなんかシモネの名前とか入れた方がいいんじゃないなんかあの時にできたサッカーだって分かるように確かにそうです、ね、でもまあそうしたいらしいです、したいらしい、いやでもプレッシングを入れたいんですよ、それで納得、まこちゃんも大丈夫、いいですよ、プレッシングが入ってスタッフの言いなりでいいの私はこう思うっていうのはなくていいの、だってそんなプレッシングに対する情熱がありそうだから、なんかいいのね、そうですね、人が決めちゃった、うん、いいですよ、私は本当はプレッシング
にしたいですよ。何？プレッシング？もうプレッシングが好きです私。じゃあもうプレッシング関係の曲秋元先生に作ってもらってくださいじゃあ。センターでぜひ。いやなんか面白いプレッシングっていう曲、ちゃんといい曲作ってくれそうだしね。でもちゃんといい意味ですからねプレッシング。まあもちろんもちろん。そうですよ。まあいろんなね戦術ありますからサッカーっていうのは。そうですね。例えば。はい、トータルフットボールに始まり、うん、ゾーンプレス、浮き高、ゲーゲンプレッシング、はい、日本では、まあ、フラット3なんかも有名ですが、はい、ジョイさんは好きなサッカーのスタイルとかはありますか？好きなスタイル、まあ、俺も別にそんなに今ポゼッションとかすごく人気が出てていろんなチームをやりたがってるけど、はい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 、意外とそういうサッカーってよりももう本当ボール持ったら前にどんどん速くいくっていう、まあ、なんていうの、レバークーゼンっていうチームがやってるサッカーがすごく好きで、はい、もうすごいのよ。Jリーグでいうと湘南ベルマーレがやってるサッカーで、湘南の監督すごくね、そのレバークーゼンの監督のサッカーが好きなんだけど、すごいのよ。もう、まあ、プレスも速いし、で縦にどんどん行く。でブンデスリーガでもう試合開始9秒ぐらいで点取ってたりするのよ。試合開始9秒、記録じゃないかな多分。曖昧だったらごめんなさい。でもすごいのぐらい、なんか面白いの。これバーって、もうそうそう。いやいや今 3,4 秒ですよ、ちょっと短すぎますけども。9秒はすごいですね。そうそう、なんかああいうサッカーは見てて面白いかな。綺麗にボール繋いでいくのもね、もちろ ん, なんか美しいんだけど、そうじゃなくてなんか勢いでガンガンいく感じ、どん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 、もう守備が攻撃っていうような感じで相手を追いかけていくっていう、まあ、アトレティコももちろんそういう感じあるんだけどさ、うん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 。ではですね、対するレアルマドリなんですが、今季のリーグ戦でのアトレティコとの対戦では1分け1敗と結果を残せていません。そうか、ってことはこれもう非常にね、チャンスあるねこれ。でもアトレティコからしたらね、そうなんですよ、うん、そんなレアルマドリですが、ジョイさんが注目するポイントなんかはありますか？レアルマドリの、はい、レアルマドリの注目ポイント、はい、まあ、レアルの注目ポイントってもう難しいな。もうチームとして相当完成されてるからね。うん、だからまあ本当いつも通りのサッカーができるかどうかじゃない。ムラが出なければいいサッカーできると思うんだけども、でも結局今のアトレティコのまあ勢いがあるから、そこに押されなきゃいいなっていう。確かに、うん、先制点取られたら結構やばいんじゃないかな。あ、もうグイッといきますよね絶対。思ってますけどね。乗ったら、うん、そりゃそうですよ。エスカレーターみたいな感じじゃないですか。エスカレーター乗ったらもう上がるしかないみたいな、アトレティコの今のもう感じは。乗ったら上がるしかない、乗ったら上に行くしかない。エスカレーター、はい、エスカレーターシステムってことかな、じゃあ、はい、エスカレータープレッシングなんだそれ、エスカレータープレッシング、もう止まることなく止まることなく、でもそういうプッシュし続ける意外といいよ、そういうの。エスカレータープレッシングっていう、やった、後ろに引かないっていうね、どんどん前に前に出てくるっていう、はい、ね、使ってくださいぜひ。ちょっと自分で使ってってください。流行ったら自分のもんだよ。そうですよ ね, ね、広げていきますね、うん。はい、ではですね、定番の勝敗予想をジョイさんにしていただこうかなと思います。はいはい、まあまあだから、まあ、僕言ってるように勝つのは、はい、まあ、希望、勝ってほしいなと思ってるのはユニフォームも着てるけどアトレティコに行ってほしいなと思うんだけど、ね、うんうんうん、点差も予想したいよね。面白いのはなんか 2-2 ぐらいで PK まで行くっていうのが、うん、もう最後までもう目が離せないやつですね。そうぐらいの試合も見たいね。 2-2PK、ね、アトレティコおーかな、はい、はい、キックオフはですね5月29日の午前3時45分、うん、つまり土曜日の、まあ、土深夜、そうだよ、朝どっちですかね、もう、うん、深夜、もう朝だよね、すぐ明るくなるからね。そうですね。いやこれ見るよちゃんと、まこちゃん大丈夫？見ます見ます。見れるこの時間よ。頑張ります。次の日の仕事が早いとか言ってらんないよ。そうですね。でももうこのね、スチャン TV の MC としても見ますよ、うん、録画で済ませようとしてないだろ。ダメですダメです、ちゃんと見ます。プレッシングが見たいんでプレッシングが見たいって言ってる女子面白いな。アトレティコのプレッシングを楽しみに。アトレティコのプレッシング、レアルのサッカー、これ見たら完全に目覚めますから、はい、絶対に起きて見てください、はいはい、ぜひ皆さん頑張って観戦しましょう、うん、はい。スチャン TV、ジョイさん、今週も終わりの時間が来ました、はい、あっという間だね、めっちゃ楽しかった、よかったです、最高の仕事嬉しい、
やばい。チャンピオンズリーグについても今回は語りに語りましたから、語り足りないよ。本当ですか？いや本当にまだまだ話せる。めっちゃ楽しみ決勝。本当に私もちゃんと見ます。見てよ、絶対見ます。注目してよ、もうプレッシングね、はい、ちゃんとプレッシング見てね、プレッシングを見るために見ますよ。よっしゃ、楽しみだ。アドリチコ頑張ってよ、応援しましょう。皆さん、ね、勝ってよ、頼むぜ、はいはい、これをご覧の皆さんもぜひ一緒に観戦しましょう、うん、ではまた来週。さよなら、さよなら、バイ。